さあ、探索27日目です。昨日のあれ何なのかしら。生物というかまるで動く森だな。オリマーさんの生体信号はあいつの中から発信されていたようです。ということはキャプテンオリマーはあれに食べられちゃったってこと？ちょっと私たちの食料は？とにかく今はあのデカいのを倒すしかなさそうだな。私のアヒルちゃんもあの中にいるに違いない。はい、というわけで、あのボスの攻略法を探していきたいですね。多分というか、まあ今までの流れでいくとボスの周りに攻略法がねあるはずなんですよね。だからそれをちょっと探していきたいんですよ。岩ピクミだな。まず岩ピクミ30しとくか。青ピクミも30ぐらいかな。キピクミンか羽ピクミンかどっちか欲しいな。羽ピクミン20匹ぐらい準備しとく。結構あの高いところにいるから多分羽ピクミンで突撃させればいけるんじゃないかぐらい、なんとなくだけどね。とりあえず水に強い青ピクミンと踏まれても大丈夫な岩ピクミンは欲しいかな。とりあえずこの編成でいきますか。ダメだったら1日やり直すぐらいで、いいと思う。この辺に何も埋まってなかったからな。そうそう、ここ上に登りたい。上に乗せましょう。上から攻めるっていうのはありだと思うんだよね。上にちょっと乗せて、いけない？嘘でしょ？いけるでしょ？いけないってことないでしょ？いけるでしょ？いってお願いします。あ、マジでいけない系か。本当に嘘でしょ？キャプテンは投げる力強いんじゃなかったっけ。あーマジか、いけないか。上からいけると思ったんだけどな。で一旦じゃあどうする。一旦分離させて青ピクだけでいってみるか。なるべく踏まれないように気をつけつつ踏まれてんじゃん。踏まれた。え、弱点どこ？え、どこ攻撃してる？足？ちょっと登れる？登れないっすか。ここ登れるんじゃない？ここ登って登れないのかーい。どうしよう。あ、赤くなってるな。やっぱ足赤くするな。この辺になんか穴とかない？なんもないな。なんか掘り起こす的なところないのかな。キノコあるよ。あ、ちょっと出てきた。沼嵐1、バランスを崩させて転ばせる。やっぱ足じゃん。出てきた。
水晶を壊して集中攻撃。なるほど、ちょっと待てよ。ということは、順番に足が動くから、あー踏まれたな。ちょちょちょ、一回逃げるから一回逃げるから待って。全部の足をまずやっぱり赤くさせるんだな。さあ来い。ちょ待って、イワピクミンいないです。これ水晶攻撃するんだろう。うわっ、気持ち悪いの出た。ちょっと待って、マジでそりゃないぜ。めっちゃ食われた。うわー、ドン引き。うっそー、マジンガー Z かい。ちょっとやり直す。はい、謎の力で朝からやり直すことになりました。ちょっと40-40ぐらいでいっときますか。40-40-30ぐらいでいいかな。岩ピクミンはいっぱい欲しい。で、もう一人でいいと思うんだよね。で、ちょっと待機しててほしい。あとで、足りなかったら持ってきてもらうために。ちょっとこの編成でいきますか。はい、ちょっと足遅いんだよな。よし、いきますよ。引っかからないでください。まず、青ピクミンで足を攻撃する。バランスが崩れたら岩ピクミンで頭を攻撃する。水晶を割る。で、ヌメヌメには気をつけるかな。ほら、こっちだ。来い。私はここだ。さあ、来い。来た。よし、まだ。いけ。ちょっと逃げた。あいつ逃げたぞ。おお、やんのか。いいぞ。おい、帰ってこい。みんな帰ってきてくれ。どっから攻めようか。あ、こっちに来たな。おお、帰ってこい。みんな帰ってこい。今だ。えい、よし、オッケー。チャンスです。ちょっと、みんな行くぞ。ほらヌメヌメ来てる。危な。こっちですよ。あれ、お、出た。割とペースいいぞ。あらー、気持ち悪い。オッケー、とりあえず逃げようか。あ、ちょっと、どこ。あ、え、待って、どうせバランス崩すんでしょ、これ。
それで第二形態になったんだけどさ、やることは変わんないと思うんだよね。変わらないでほしい。足速くなったな。ほら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 、バランス崩してしまいな。来た来たね。よし、今がチャンス。全員突撃。あ、ちょっと待って、ヌメヌメ来るんじゃね。ヌメヌメ来る、ヌメヌメ来た。あたたあたたあたた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 た。ちょっと待って、これあれだな、羽ピクミンだな、これ羽ピクミンを持ってくるんだな。よし、わかったぞ。40匹ぐらい持ってっとくか。羽ピクミンで、待って、チャーリーは居残りです。チャーリー居残りです。で、こっちか。羽ピクミンを突撃させるんだな、これ。さては、大体わかるよ、それぐらい。はい、じゃあちょっと待っててね。ロックオンできる？ロックオンしたいな、ロックオンしたいな。よし、突撃いけ。お、バッチリじゃん。天才、天才かよ。あ、ちょっと、ちょっと、みんな、みんな帰ってきて。みんなこっちです、みんなこっちです。帰ってきてください。あ、もう、あ、わかったわかった。足崩す、足崩す。ちょっと避けといて。よし、じゃあアルフ行きます。アルフ行きます。役割分担行きます。あ、これ、これいけるな。楽勝じゃない、これ。もしかしてなんだ、何してんだ、何してんだ。おい、ちょっとこっち来てくれ。あ、ちょっと安全地帯で戦いたいね。そうはうまくいかない、そううまくいかないな。おい、こっち来てくれ、こっちに来て戦おうぜ。おい、僕はこの安全地帯からゆっくり君を送りたいんだ。なかなかそううまくこっちには来てくれないかな。あ、何してんの。ああ、ああ、突撃してんの。あ、いいね、いいですよ。待ちください。交代です。あ、ダメです、ダメです。引いてください、引いてください。ダメです。あ、行きます。あ、ちょっと岩ピクミンでやっちゃった、岩ピクミンでやっちゃったよ。岩ピクミン回収します。あ、青ピクミン16しかいないぞ。ついてるな、大丈夫か。避けるんじゃない。ちょっと、これダメだな。あ、ちょっと、今です、今がチャンスなんです、今がチャンスです。突撃、行け。ちょっとチャーリーが邪魔だな。頑張ってるな、羽ピクミン。やるな。
そっか、待ってな。はい、じゃあちょっと舞台分けます。舞台分けますよ。はい、来てください。はい、ピッ。じゃあ僕アルフは青ピクミンと岩ピクミンに連れていくんで、ブリターニーは羽ピクミンで行ってください。はい、行きます。チャーリー邪魔。チャーリーに毎回カーソル行くのが邪魔だな。おお、青ピクミン一匹で頑張ってんじゃん。あ、ちょ帰ってきて、溺れ死にます。大変です。それはいけないです。あ、待って、水がある。めっちゃ深いな。ブリターニーもこっち来てもらおう。よし、こっち来てくれ。なんとかこっちに来てくれ。あ、ちょっと危ないんじゃない。みんな帰ってこい。危ないぞ、それは危ない。めっちゃ深い。あれ、青ピクミン結構死んだ。ここにいるね。どっちの足が来る。どっちの足が、こっちの足が来る。いけ、やれ。あ、チャンス来た。突撃です。いけ、やれ、頑張れ、めげるな、いけ。いけ、突撃。いけるんじゃね。いけ、頑張れ。倒したー。あーっしゃ。お、あ、出た。吐き出したね。まあ、すごく美味しそうな果実。あ、キャプテンオリマンもいたのね。私たちの食料は？あれは、この人の宇宙船？もしかしてあれに乗って逃げるつもりだったのかしら。そういうことか。あいつ、とんでもねえやつだな。なんて人なの。盗まれた食料が心配だ。とにかくドレイク号に連れて帰りましょう。はーい。よし、持ってって。ああ、よかった。よし。倒したぜ。帰るぜ。あ、ハリーアップ来た。まあ、でも大丈夫でしょ。間に合う。全然いける。できる子だもん。うい、果実回収。ん？果実？あ、違った。ルイ君か。はい、回収した生命体を分析します。2回目。分析完了。生命維持装置を作動させてスリープ状態になっています。またか。要注意人物って書いてあるぞ。12日分の食料及びソフビ製の幼児用玩具を持っていました。お、どういうことだ？
食料を盗んだのはやっぱりキャプテンオリマだったのね。今夜は叩き起こして問い詰めてやりましょう。はーい、問い詰めます。やったー、めっちゃ増えた、ありがとう。1 0。結局キャプテンオリマーは見つからなかったな。スキップします。ルイって操作できるようになるのかな。3人から4人に操作キャラが増えるとかないのかな。増えてもそんなにいらねえなって思うけど。今日は新種があるよね。お見舞いの実お見舞いの実、そういうことか。わっ、二重に自分もあるぜ、すげえ。果実集めなくていいな。何日もあるんだろう、メロン。あ、お見舞いの、お見舞いの実、言いづらいな。お見舞いの実。お、3つ分、すげえ。ふう、よかった、食料が戻ってきて。うん、これだけ食料があればしばらく生き延びられそうね。探索27日目終了です。やっほー、青ピクミン増えたね、ありがてえ。僕らは逃亡していた函館星人キャプテンオリマーをなんとか捕まえた。盗まれた食料も無事取り戻し、ブリトニーさんも平静を取り戻した。それにしても彼は一体このエリアで何がしたかったんだろう。壊れた宇宙船らしき機体があったが、今夜は真実を明らかにする必要がありそうだ。ん、というわけで終わりかな。はい、探索27日目終了です。それではまた次回。